どうも、カタラアクトです。先日香川に日帰り旅行に行ってきたので、今回はその模様を紹介していきたいと思います。そもそもなんで香川って話ですが、まあ前からうどん食べてみたかったってのはあります。ただ一番大きな理由はこっちですね。僕飛行機って片道 2,3 万かかるイメージだったんですけど、今ってこんなに安いんですね。でこんなに安いのであれば行くしかあるまい。ということで香川への旅行を決意したのであります。で空港は羽田ではなく成田空港。朝の7時50分出発と当日空港入りはなかなかきついので、今回は前日の夜に成田空港の近くに宿泊することにしたのでした。神津の森駅からだいたい17分ぐらいでしょうか。やってきたのは快活クラブ成田ニュータウン店さんです。以前快活クラブさんを利用した時にシャワー使い放題っていうポップを見て、あ、これならホテル代わりに使えるかなと思って今回はチョイスしました。せっかく飛行機代を抑えられているのだから宿泊費もお安くしてしまおうという作戦です。でスケジュール再度確認したんですが、明日の5時から6時の間に起きて空港に向かうっていう感じで、そこから逆算して8時間寝ようと思ったら21時から22時に寝なきゃいけないんですよね。で今21時なんですよ。漫画も読みたかったですが、今回しょうがないということで寝ることにしました。僕もともと遠足の前は緊張というか楽しみで寝れなくなっちゃうタイプで、今回まさにそれが出ちゃいましたね。出発時刻が遅ければ二度寝三度寝して遅く出るってのがありなんですけど、今回はもう出発時刻が決まっちゃってるので何としても寝ないといけません。香川での旅行を精一杯楽しむためにもなるべく早く寝たいと思います。いやー、まさか一睡もできないとは思わなかったですね。今日は一日中歩き回るのでなるべく体力を温存しておきたかったんですけども、まあ、過ぎたことを気にしても仕方がないのでとっとと空港に向かっちゃいましょう。飛行機に乗ってさえしまえばあとはなんとかなるでしょう。外はまさかの暴風雨でしたね。最近雨降ってなかったじゃんと思ったんですけど、まあこれは仕方がない。で道中駅前駐輪場を見たら自転車がなぎ倒されてて、雨だけならまだしもこの風で飛行機飛べるのかと不安になりつつも、とりあえず空港へ向かいます。はい、ということで空港第2ビル駅に到着しました。成田空港には全部で3つターミナルがあって、今回僕が利用するのは第3ターミナル。ここからさらにバスに乗って移動します。はい、到着しました第3ターミナル。で中に入ってびっくりしたんですけど、陸上競技場のレーンがあって、僕元陸上部なのでちょっとこれはテンションが上がりましたね。空港内には人がちらほらといった感じ、まあ朝一なのもありますが、そんな混雑してるって感じじゃなかったです。入ってすぐの電光掲示板を見たところ、飛行機普通に飛ぶみたいですね。ああ良かったという安心と、この風で飛んで大丈夫かっていう不安半分半分といった気持ちです。出発までまだ時間があるのでコーヒーを飲みながら休憩をします。で実は僕今回飛行機乗るの初めてなんですよね。もっと言えば関東から外に出るのは初なんですよ。学生時代の修学旅行は九州とか行ったことあるんですけど、自分の意思での旅行は今回は初なんですよね。なので結構緊張しちゃってます。そのせいかコーヒーもいつもより飲むのが早いですね。はい、そして荷物検査が終了して、これからゲート175番ゲートに向かいたいと思います。いや結構時間かかるのかなと思ったらなかなかスムーズでしたね。ゲート近くの休憩所で待つこと約30分ですかね。いよいよ飛行機に乗り込むことになりました。もう客室乗務員さんの指示に従って歩くだけといった感じ、何もトラブルがなく自分の席にたどり着くことができましたね。さああとは出発するだけだと思ったら思わぬトラブルが発生しまして、めちゃくちゃトイレに行きたくなっちゃったんですよ。
飛行機が発進準備を始めました。新米トイレ計画性がなさすぎるんじゃないかな。機長のアナウンスによりますと、機長じゃなくてあなたはどう思ってるんだよ。総理のお考えをお聞かせください。悪天候のためここから20分は席を立つことができる。バカな答え言っちゃいけないよ。お手洗いが利用することもできたいそうです。20分も耐えられるわけないじゃないか。国民は我慢の限界なんですよ。国民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、本当だよ、絶対コーヒーの飲みすぎだろ。シートベトランプが消えるまで今しばらく我慢を続けていただきたい。またお願いするだけかよ。要請と保証は、いや、一時は本当に漏らしちゃうんじゃないかってめちゃくちゃヒヤヒヤしてたって、本当に冷や汗かいてたんですけど、なんとか乗り切ってシートベルトランプが消えた後にお手洗いに行きました。間に合って本当良かったです。で、飛行機からの景色は本当に綺麗で、これ見ただけで今回旅行に来て良かったって思いました。それぐらい感動しましたね。で、飛行機に乗ること約1時間半、香川県高松空港に到着しました。で、到着してまず思ったのがめちゃくちゃ寒い。香川県でそんな寒いイメージなかったんで結構薄着できちゃったんですけど、これは盲点でした。で、空港を出てすぐにあるバス停からバスに乗って早速1軒目のうどん屋さんへ向かいたいと思います。やってきたのは河原町駅から徒歩10分、手打ち十段うどんバカ一大さんです。かなり有名なお店で、店内には著名人のサインがずらっと並んでいます。今回は釜バターうどんの中を注文してみました。お値段は590円です。で、感想はめちゃくちゃ美味しかったですね。まず麺がもちもちしていてすごい弾力がある。で、バターと卵をかけてなんかカルボナーラみたいになるんですよね。少じゃ足りないかなと思って中にしたんですけど、もう一つ上の大きさ、一番上でもペロッといけちゃいますね。うどん県と呼ばれるほど香川はうどんのイメージが定着してますけど、やっぱ本場は美味しいんだなって思いましたね。2食目を食べる前にお腹を空かせておこうということで近くの公園へやってきました。栗林と書いて栗林公園、読み方難しいですね。景色が綺麗な公園で有名らしくて、入場にお金がかかるんですが、ちょっと入ってみました。公園のすぐ近くに山があってすごい景色綺麗でしたね。で、時期がちょうど良かったのが紅葉を見ることができました。写真とかゲームでしか紅葉見たことがなかったんですけど、やっぱ生で見るとすごいですね。公園を散歩していい感じにお腹が空いてきたので2店舗目にやってきました。松下製麺所さんです。さっきはあったかいうどん食べたので今回はシンプルな冷たいうどんを頼むことにしました。一玉230円です。温かいうどんと違って冷たいうどんはキュッと引き締まった感じ、歯ごたえがあってすごい美味しかったですね。僕個人はあったかいうどんよりも冷たいうどんの方が好きかもしれません。うどんばかり一大さんの冷たいうどんも食べてみたいなと思いましたね。まあ、これは次に香川に来た時にチャレンジしてみましょう。お店のおばちゃんが結構可愛らしい感じで、質問しても嫌な顔せずフランクに答えてくれました。昔ながらの定食屋って雰囲気ですごいいい感じでしたね。次のお店に行くために電車に乗ろうと思います。で、 Google マップだと目的地ついてるんですけど、駅が全く見当たらなくて、これどこに駅あんのって思ったら上にひっそりとありましたね。なかなかの初心者殺し。電車の本数が想像以上に少なくて、これ乗りそびれたら次1時間待ちでした。危ない。少し待つと緑色の可愛らしい電車が来ました。今いる栗林公園から高松駅へ行き、そして予算線へ乗り換えます。で、これが次に乗る予算線特急石槌11号、発車も近いので早速乗り込みましょう。で、電車乗って普通に座ってたんですけど、途中アナウンスで切符を確認しますって言われたんですよね。で、切符と思って、僕スイカで入ったから別に切符ないけどと思ってたんですけど、そしたらなんかこの特急が有料特急っていうやつらしくて、別途切符が必要だったらしいんですよね。で、僕それ知らなくて普通にスイカだけで入っちゃったんですよ。で、駅員さんにそれ説明したら、あ、全然大丈夫です、今お支払いいただければ大丈夫ですっていう風に言っていただいて、まあ、そこで精算したんですけど、これは全く知らなかったですね、こういうシステム。めちゃくちゃ冷や汗出てたので次回は必ず確認しようと思います。坂出駅から11分ぐらいでしょうか。3店舗目、日の出製麺所さんです。お店の前にはたくさんトロフィーがありました。これは期待が高まります。今お店入ったんですけど、なんか食べれうどんを食べれる時間めちゃくちゃ限られてるみたいで1時間ぐらいなんで、今全然その食事をできる時間じゃなかったので食べれませんでした。丸亀に移動します。
まさかこんなに営業時間が短いとは思ってなかったですね。完全なリサーチ不足、まあ、悔やんでもしょうがないので次のお店へ向かいましょう。行きたいお店はまだありますからね。なんか嫌な予感がして次行きたいと調べたんですけど、もう閉店してたんですよね。で嘘だろうと思って慌ててその候補以外のうどん屋さんも調べたんですけど、結構同じ時間帯に閉まるのが多くて、知らなかったんですけどうどん屋さんってもうお昼で営業を終えることが多いらしいですね。で香川にうどんを食べに来て2食しか食べないのはさすがにやばいなと思って、で調べたら高松空港、空港の中にあるレストランではうどんが食べられるとのことだったので、もうちょっと早い、だいぶ早いんですけど高松空港へ向かうことにしました。いややっぱり一人旅って経験浅いといろんなトラブルが起きるものですね。いい勉強になりましたよ本当。はい、ってことで空港に帰ってきました。でうどん屋さんは空港の2階にありました。手打ち麺業、さぬき麺業さんです。結構お腹空いてたのでカツ丼セットを注文しました。これで970円です。で味なんですけど普通に美味しかったですね。正直空港のレストランだからあんまり美味しくないんじゃないかなと思ってたんですけど、予想を裏切るクオリティでした。あとこれはおっと思ったのが景色がすごいいいんですよね。目の前がガラス張りになっていて景色を見ながら食べるのがなかなか気持ちいい。あと席の間隔が広いのでゆったり食べることができる。これ僕すごいいいとこだと思いましたね。全国の空港にあるご飯屋さんを巡るってのもありかなと思いました。ということで今回の旅行はフィニッシュ、東京に帰りたいと思います。で最後に今回の旅行で僕が得た教訓をシェアしていきます。一つ目、離陸前は絶対にトイレ行く。今回の旅行で一番辛かったのは本当におしっこを我慢したこと。飛行機に乗ったらトイレに行けない時間が絶対にあるので、たとえ行きたくないとしても出発前にトイレに必ず行くようにしましょう。二つ目、香川でうどん巡りをするなら宿泊する。もうこれ完全に僕のリサーチ不足なんですけど、香川のうどん屋さんは閉店がめちゃくちゃ早いです。なので僕みたいに日帰り朝香川に行ってうどん巡りするだとスケジュール的に間に合わなくなっちゃうと思うんですよ。なので事前に香川に宿泊して朝一から巡るっていう方がいいと思いました。で3つ目、トラブっても結局楽しい。まあ、僕の準備不足もあってトラブル結構多かったですけど、それでもやっぱり楽しかったんですよ。ああ来なきゃよかったななんて1ミリも思わなかったです。なのであんまり旅行に行ったことがないという人も失敗を恐れず一度行ってみることをお勧めします。行ったら行ったら全然楽しいですし、たとえ失敗したとしても次の旅行に行かせばいいだけなんで、僕も今回の経験を生かして離陸前には必ずトイレに行く。トイレ行ったっけ。